ご協力お願いします。お気をつけて。ルーラ、ご協力お願いします。お気をつけて。女性の鉄槌を、女性の裁きを、ご協力お願いします。おめでとうございます。お気をつけて。たく。もう。ご協力お願いします。お気をつけて。なんだ貴様らは。邪魔するならただではおかんぞ。ちょっと話を聞いてよ。この人は会いたい人がいるだけで。だから話し合いは無理だよ。ハリー、ぶっ飛ばして気絶していてもらう。
ずどうにかなったわね。ほら、早く鍵を探さなきゃ。わかりました。鍵ありました。ですが、今回は出直した方が。この程度の障害で諦めちまうのか。あんたも男なら覚悟を決めな。わかりました。行きましょう。皆さん、引き続きよろしくお願いします。そうそう、そうとなくっちゃね。そう悲観するなって。この俺と比べれば誰だって見劣りするもんさ。まあ俺のことはさておき、彼女は案外お前の弱さに惚れてるのかもしれないぜ。そういう考え方もありましたか。少し自信が湧いてきました。こっちだ。
思わず叫んでしまいましたが、どうでしょう、今のは守ってあげたく。ならないわね、全然。もっとシャキッとしなさいよ。クールさん。まあ、さっきの叫びはダメだ。ただ情けないだけだったからな。この奴らは何をやっている。例の男がここにいるぞ。こんなところまで。月光の誘惑を。女性の鉄槌を。女性の鉄槌を。塔を砕く雷槌を。これだけ目をつけられるって、あんた何か悪いことしたんじゃないの。とんでもない。私はいたずら一つしない真面目が取り柄の男ですよ。それは良くないな。魅力的な男ってのは危険な遊びの一つも知ってるもんだぜ。ねえ、ククールの言うことをまともに聞いちゃダメよ。あれ、どうやら道を間違えたようです。すみません、戻りましょう。ここにいたか、皆かかれ。たく、おかげで面倒が増えたじゃないか。塔を砕く雷槌を。
申し訳ありませんでした。こっちです、多分。これ以上は済ませんぞ。実は私は関係ないのですが、同僚のヨシミと付き合ってあげましょう。これは運がいい。なかなか美しい人間がいるではありませんか。ちょっとやりすぎちゃうかな。あのリザードは俺のことをじっと見ているような、気のせいだよ。まだって、あら、モテモテでよかったじゃない。ククールにぴったりよ。ここが勝負です。力を感じる。皆さん、本当にありがとうございます。約束の場所はもう目の前です。ここです。この先に彼女が。やりすぎちゃったかしら。ご協力お願いします。おめでとうございます。お気をつけて。嘘。ハもう。Thank you.
ご協力お願いします。おめでとうございます。お気をつけて。ご協力お願いします。お気をつけて。ごきげんよう。まあ、またいらしてね。よく来たのじゃ。これをやる